1日目突破を務めさせていただきます、長谷川です。お願いします。楽にしたかったら楽にしてもらっていいので座ってもらってもいいって。座れってことではなかったですけど。次、新曲を持ってきたので聴いてください。こんなことある？Here
と言ってるように、歌詞をね、すごい考えながら作ってる節があって、みんなには歌詞をもうちょっと聴いてほしいなっていうのがあって、さっきバスの人にだけなんですけど、あのリンクをね、サークルのあの LINE に送ったので、あのそこから僕が今見てるこの歌詞が見れるので、あの後でね、あの見ていただけると多分成仏するんじゃないかなというふうに思います。はい、なんか引退って感じはしないですね。時間としてまあ始まったばかりなんでまだまだ楽しいとは思うんですけど、感傷に浸ってください。次は、3回目なんですけど、引っ越した時に作った歌を歌います。マリッジブルーという歌です。Yeah.
風の人生が暗い窓からも光っている窓からも物語を綴って愛しくなるから僕は夜景が があるので、こう今まで歌詞を書いてて俺が軸にしてきたことをねちょっと語りたいと思います。バンドの時はあんまり言えないと思うから、なんかこう一番単純で野生的なところに一番大事なところが大事なことが潜んでるっていう考え方が俺の中で一つと、あと15分
そんなにあんの？本当に15分はないわ。13分かな。そうっていうのと、そのなんか例えば僕の歌詞だと、なんか例えばですけど、マリッジブルーのね、こう水たまりには大きな空が常に隠れていて、僕は泳いでいけるとかいうね、歌詞はそういうなんか水たまりとかすごい大空とか平凡なところに、あの一番大切な魅力みたいなところが詰まってるんですよっていう、こうメッセージ性があるんですよ。これを非常に僕は大事にしてて、そうっていうのと、あと悲観的なことを否定しない考え方。なんかこの世は今結構ポジティブシンキングで溢れてると思うんですけど、なんか考え方って基本的に人って変えられなくて、だからなんかだけどそういうポジティブシンキングが正義とされている世の中が生きづらい人っていうのが多分世の中には大勢いて、なんかそういう人たちがこう淘汰されるというか、勝手に思考をこう切り替えさせられるみたいな、こういう習慣が大嫌いで、そういう意味でなんか本当に弱い人じゃないんですけど、なんか考え方を、悲観的な考え方を持っちゃう人に元気になってもらいたくて、歌を歌ってますっていう感じかな。なんか絶望的に MC が下手になった急になんか時間があるとやっぱですね、今日ちょっと5曲しか持ってきてなくて、次が最後の曲になっちゃうんですけど、まあ弾き語りライブでやるのはもう最後になるのかなっていう感じなんで、そうですね、悲しいですまあなんか気が向いたりしたり、なんかあまだ続けたいなって俺の中で思ったら外でやったりするかもしんないんで、そういう時はまあなんかあいつやってるよって見に行って茶化してやろうぜって思う気分で来てくれると嬉しいです。最後みんな大好きな曲やります。
人の手によって切り取られるんだ。だから今は足元を見て人や物を避けてせわしなく歩き出す。ありがとう。